派な人間になるように、小園安政の長男小園春夫氏は、昭和24年の鹿児島巡行の際、天皇陛下より直接の言葉を賜っています。戦時中、父は空の英雄でした。大和魂のボンビのようでありながら、人情的な指令で、やり上を知る真の武人との評価もありました。しかし終戦後は、手のひらを返したように、反逆者と罵倒する人すらいました。それでも、昭和天皇の深い思いやりは、小園安政大佐のご家族を終生支え続けました。昭和16年12月8日、日米海戦、同時にフィリピン攻略戦の火蓋が切られた日でもあります。小園隊長率いる第11航空は、日本の誇る冷戦の航続距離をもって、空母からではなく、台湾からの基地航空部隊でこの攻略戦に挑みました。第1波で敵機爆発炎上多数の戦果を挙げています。決戦の末、日本はフィリピンをアジア人の手に一旦は、取り返しますが、次第に戦況は敵側優勢となり、昭和20年8月15日、賛否が分かれる厚木事件を小園安政大佐は起こします。陛下の春夫少年への言葉からも、こう思う方もいるかもしれません。小園安政大佐は、真の薩摩隼人だったと。